泣いたって変わらない。今は走れ。息が切れても走るんだ。ノア、こっち。ここを抜ければ外に出られる。わかった。そんな、クソ、あと少しなのに。すまない。は？あと一刻早ければもっと多くの命を救えたのに。あの私はコロニー4のエセル。白金のエセル。まだ3期なのにコロニーを白金まで押し上げたっていう。そう呼ぶ者もいる。だが人を測るのは色ではない。ここだ。いいブレードだな。因果の流れってのは強烈だな。まんまと目覚められちまったぜ。大口叩いて飛び出していった割には情けない成果だね、リー。そう言うなよ、ピー。役目はきっちり果たしてきたんだからよ。で、この盛大な賭けは結局誰が勝ったんだい？ドローなんだな。コロニーを二つも使ったのに。最初からオイラが出ていれば速やかにことを運べたんだな。ジェイたっての希望だよ。それは共有されていたはずだが。なれば次はこの私が。エイチ、貴殿は先日のコロニー8討伐戦で散々楽しんだろ。今度は私の番だ。祝宴の囚人より想像しいな。ゼット、たとえその流れをせき止めようとわずかな隙間を作り再び流れ出そうとする。それが因果。伝えておいたはずだが、ディ。またお揃いかよ。ケイ、言ってくれるな。仰せのままに。では、さて、こたびはどこへと流れゆくのか。
君たち何をやっている？ああ、太陽、おはよう。おう、起こしちまったか。朝っぱらからあんな規制を発されちゃ誰だって起きる。で？なあ、これか。俺らもノアとミオみたいになれねえもんかなと思ってさ。みたいにとは、あのウロボロスのことか。うん、あれすごかったじゃない。私たちもなれれば生存確率上がるかなって。なぜなれると思った？え、だって結論に至る思考の過程だよ。あの姿、ミオとノアだけが可能かもしれない。でもあのメビウス、お前たちって言ってたでしょ。だから自分たちもなれると思ったと。そもそもなんでその組み合わせなんだ。仮になれたとして僕とランツかもしれない。それはなんとなく。勘だよ勘の。悪いか。悪くはない。ならこの僕は彼女となんだろうな。まったく羨ましいよ。羨ましいって何が？やめておくよ。朝からいがみ合いたくはない。何しろ運命共同体ってやつらしいからな僕らは。想像つくけど、また意地悪なこと考えてたでしょ。想像に任せるよ。案外正しいかもよ。ミオ、俺たちはみんなあの場所にいた。そこに差はなかったろ。しかしだな。差があるとしたら、あの時俺はミオを、みんなを守りたいって思った。そしたらあの姿になっていた。それが君の言う差か。ああ、思いが高まればあの姿になれると。多分ね。わだかまりがあるうちはダメなんじゃね。僕が見てりゃわかる。君にはないと。あたし？は、無理に決まってるだろ。ユウに。だってさ、今すぐ同じ気持ちになれなんてのは無理かもしれない。でもさ、希望ぐらいは持っておいてもいいんじゃない。まあ、君がそこまで言うのなら。みんな、ちょっと聞いてくれ。ん？ん？どうした？急に。言い忘れていたことが一つある。ご飯当番の割り振りについてですもん。いや、これから先、できる限り戦闘は避けようと思うんだ。もし、ケベス、アグヌス、そのどちらと戦うことになっても、殺すのはなし。どうかな？別に反対はしねえけど。なんで？仲間に刃は向けられねえってか。戦闘不能にしろってこと？戦意喪失でもいい。勝手なもんだな。え？これまでは敵として殺してきたのに。お前！もう命を奪う必要はない。だったら敵じゃない。え？意味を見出したいんだ、この出会いに。あ、出会い？あの時君らと出会わなかったら今のこの状況はなかった。ケベスとアグヌス両方から追われてても。追われたなら逃げればいいだろ。新しい選択だね。あの体験まで全速力で。
なかなか馴染まねえな。無理もないよ、いきなりだもん。だよな。変わった模様だね。お前らだってその胸でピカピカ光ってるやつ、これ元からだから。俺だって別に変わってるだなんて思ったことねえよ。当たり前のもの、当たり前のこと、結構違うんだね、お互いの世界で。世界は関係ない。およそ常識なんてものは疑ってかかった方がいい。立つ場所、見る位置でいくらでも変わる。体温らしい。ねえ、そういうの疲れない？別に、これが僕だ。ふーん、私はあるがまま受け入れる方が楽だけどな。確かに楽そうだな。あ、今バカにしたろ。楽そうと思っただけだわ。違う、絶対した。こいつバカじゃねって思った。くだらん、この話まだ続ける気か。続けるに決まってるだろ、はっきりさせるまで。時間の無駄だ、実にくだらん。違う違う、もっと右。よし、そこ、そのまま下ろせ。シールちゃんとやっとけよ。ここの砂粒はルスカゴより細かいからな。三重にしときます。ああ、駆動に影響ない範囲でな。了解です。経団のコンテナ二つ足らねえぞ。申請間違ってんじゃねえのか。知らねえって。文句だったら平坦部に言ってくれよ。俺たちはコロニーランク最下級の土くれだ。キャッスルから舐められてんじゃねえの。ほんとムカつくぜ。他のどこよりも戦果を上げてるってのによ。知ってるか、レーションの肉の質、聖堂はアルドン使ってんだぜ。へえ。で土くれは。知らねえ方が幸せだよ。はあ、白金だった頃が懐かしいよ。あの頃は携帯食じゃなくて前線まで料理番が出向いてくれたもんな。肉なんてアルマのサーロインだったんだぜ。マジかよ。はい。何よ。あ、私の不徳ゆえ皆には苦労をかける。すまないな。いえ、決してそのような。失礼いたしました、エセル軍務長。今の妄言は忘れてください。我々は心から軍務長のことを。アルマのサーロインはうまかったか。あ、はい、とても大好物でありました。私も好きだった。また食えるようになりたいな。どうか力を貸してくれ。はい、喜んで。私は好きですけどね、ヴォルフ。お前は下バカだからな、羨ましいよ。下、交換しますかい？やめておこう、毒舌まで移りそうだ。確かに。ずいぶん開けましたね。今度来る死生官、噂ではきっちりとした性格だそうだ。近く紙面じゃなきゃいいんですがね。そろそろだったか。はい、予定の刻限まであと5分。お、きっちりとした性格、どうやら噂通りのようです。
ホバー移動型かよ。少しは考えてきて選べっての。まさに土くれいにふさわしい場所だわね。まもなく雨季に入ります。短期間ですが多少は紛れるかと。あらそう、なら埃問題はそれでいいとして。ここ霧多いわね。視界が遮られるから好きじゃないんだけど。まあいいでしょう。で、私の部屋はどちら？あ、こちらへ。かん、小汚い部屋ね。土くれって今はこうなの？ま、キャッスルに文句を言うのが筋なんでしょうけど。旧式の鉄巨神ゆえご不便をおかけしますが、何とぞご容赦のほど。あら、開き直り？いえ、決してそのような。冗談よ冗談。ところで早速お仕事の話なんだけど、排除してほしい輩がいるのよ。排除？この辺りでアグネスの鉄巨神は確認されておりませんが。違う違う、人よ兵士。ケベスとアグネスの合同部隊、うん、みたいなものかしら。合同部隊とは？まあ聞くより見る方が早いでしょ。女王陛下たっての希望なの。よろしくね。何見てるの？特に何かをってわけじゃない。習慣みたいなものさ。仲間の安否や戦況とか更新された情報の確認といっても、コロニーから情報が送られてくることはもうないんだろうけどな。ん？どうかした？ミオの頭の上にアイコンが出るようになったんだ。え？本当だ。私も君のアイコンが見えるようになってる。いつから表示されるようになったんだろう。今まで気がつかなかった。ミオのアイコンだけロックがかかってないな。え？あっ、モモモ！なんでノアの服が変わったんだ？できることはこれだけじゃなさそうだ。それミオちゃんの。どうなってんだ。初めて持つブレードなのに扱い方や立ち回りの仕方が頭の中に浮かんでくる。不思議。これ見て戦い方を覚えたって感覚じゃない。まるで体が最初から動き方を理解してるって感じ。私はミオちゃんと同じ装備出せないみたい。これか、なんでノアのじゃなくてこいつのなんだ。
こっちこそ知りたい。僕も君のクラスしか選択できないみたいだ。へえ、こいつをパワーアシストなしで振り回してるとかすげえな。なんかよくわかんないけど便利じゃん。これもウロボロスの能力なのか。戦略の幅が広がるのであれば使わない手はない。私も新しいブレイドで戦ってみたい。ここから南へ向かうんだよね。道中でどれだけ使えるか試してみよう。ミオが戦ってる時みたいに機敏に動けていた気がする。あんなに使いこなせるなんて驚いちゃった。ミオもすごかったよ。もう少し練習すれば君より上達するかも。あんま実感なかったけどウロボロスってすげえんだな。だな。あ、ロックされてたアイコンのゲージが溜まってるよ。私も共に戦い経験を蓄積すれば他のメンバーのクラスも扱えるようになるということか。いろいろと検証したいところだが、同じ場所にとどまり続けるのは危険だな。ああ、そんじゃ早いとこ南を目指そうぜ。ちょっと止まってくれ。この先のルートについて提案がある。提案って？今地形データを送る。ざっくり言って西と東、僕は西側ルートを提案する。理由は？西側はアグヌスのコロニー支配域になってる。いくつかの部隊が展開していて少々危険かもしれないが、南下するには最短ルートだ。東側はどうなんだ？東側は現在どこのコロニーの支配域にもなっていない。ただし西側よりかなり時間がかかる。時間かかるんだ。ちょっと待て、わざわざ危ない方を選ぶのか？少々危険かもしれないと言っただけだ。規模はそこまでじゃない。アグヌスの部隊展開してるんだろ？ああ。なのに行くってのか？その方が効率はいいと言っている。効率って？効率は大事じゃないかな。時間かかるよりかからない方がいいと思うな。ねえ、ひょっとして二人とも余計な気使ってない？いや、そういうわけでは。東寄りのルートの方が安全なんでしょ？おかしいじゃない、安全な方を選ばないなんて。だから時間が。ほら、気遣ってる。それだけじゃないんだ。東には荒野が広がっている。暑さが尋常じゃないんだ。それはダメだよミオちゃん。私のことはいい、みんなの安全の方が大事でしょ。ノアはどうなんだよ？俺は俺も安全な方を取りたいかな。暑さなら我慢すればなんとかなるだろう。これで4対2だな。タイオン、セナ、お願い。分かった、君がそこまで言うのなら。これで決まり。さあ元気出して出発。
暑い。もうダメ。気をしっかり、ミオちゃん。こんなところで倒れちゃダメ。確かに暑いっちゃ暑いが、そんなか。ミオは暑いのも暑いものも苦手なんだ。だから言ったのに。ランツは昔からこういうの得意だろ。まあな、鍛え方が違う。正直俺も少ししんどくなってきた。どこか休めるところでもあれば。見てあれ、ミオちゃん、水だよ、オアシスだよ。水、そう、水、水、行こう、ミオちゃん。なんだよ、結構元気じゃねえか。元気になったのなら何よりだが。蜃気楼じゃなきゃいいけど。じゃあ俺も。ランツも。せっかくだからな。こわ。ずぶ濡れなんだから大して変わんねえだろ。変わるとか変わらねえとかそういうんじゃねえ。耳に水入っただろうが。体温は行かないのか。僕にはやることがある。今そっちに送る。地図、地形局のな。この辺りは消滅現象がよく起こる。消滅現象ってあの。見ろ。ここだってそうだ。どうせならより安全なルートを進みたい。慎重なんだな。それが役目だ。助かるよ。いや。ねえ、ちょっと聞いてもいい？ん？君のブレイド変わってるよね。ん？時折キラキラ光るあれ何？あ、すごいな、わかるんだ。目立つもの。そうか。話せないこと？いや、そんなことないよ。
まだそんなおもちゃ振り回してるのかい。ノポンにもうちょっとマシなもん作ってもらった方がいいんじゃない。おお、聞こえてんのかノア。ケッセル、ノア、まずいよ。ほう、無視ですか。偉くなったもんだなノア。別に無視してるわけじゃないよ。この方が終わってからならいくらでも。お、で、何の話だっけ。ノア、お荷物のくせに調子こいてんじゃねえ。ヒラヒラと逃げ回りやがって。まだ続ける。お、お荷物が。しまった。日課寝てな。なんて。組手は終わりだ。せこい真似すんじゃねえ、ゲッセル。数体だけのクソが生きりやがって。なんだって。明日の模擬戦楽しみにしてろよ。行くぞ。ノア、大丈夫？気にすんなよ。ああいうバカが真っ先に戦場で死ぬんだからよ。別に気にはしてないけど、武器を出せないのは事実だから。それはみんなにとって負担でしかないよ。俺は負担だなんて思ってないぜ。ありがとう。嘘でも嬉しいよ。嘘じゃねえって。どこに行く。リクのところ、折れちゃったからね。明日模擬戦だろ。新しい武器作ってもらわなきゃ。これは魔剣ラッキーセブン。遥かな昔、七人のノポンの刀匠が7年の歳月をかけて7種の白鋼から打ち出した。この世に2つとない技物も。魔剣ラッキーセブン。ランツ、お前のブレードでこいつを真っ二つに叩き切ってくれ。もいいのか。後になって壊したから弁償しろもとかなしだぜ。そん時はそん時も、とりあえず今は思いっきりやるもん。なんだよそれ。まあいっか、こいつを叩き切りゃいいんだな。行くぜ。すげえな、刃こぼれ一つしてね。当然も、だから技物って言ったもん。鉄巨神の装甲だって亀切れみたいなものも。これはいいよ。いいよ。それはいらないって意味も。うん、危なすぎる。ふーん。ノアはランツたちが死んでもいいもん。いいわけないだろ。でも死ねって言ってるもん。言ってないよ。戦わないってことは死ねってことも。別にこれで戦わなくてもいいだろ。ならなんでブレイドを出さないの。出さないじゃなくて出せな。嘘。ニクに隠し事はできないもん。ノア、ブレイド出せるもん。出したくないから出さないだけも。リク、おい、本当なのか。ノア、お前今まで、え、
死んでよくないなら生きるも、生きるためには戦うしかないも、自分だけはとか、それは卑怯も。ま、気持ちはわかるけども。怖いんだ、戦うのがか。戦わないと生きていけないこの世界が怖い。そこで生きなきゃならない俺たちが怖い。ノア、やっぱりリクの見込んだ通りの男も。え？確かにこの刀は凄まじい力を持ってるも、その気になればたくさんの命を奪えるも。だからその怖さを知る者だけが持つ資格があるも、ってリクの師匠が言ってたもん。ノア、ブレイドを出せるならそれを応用してこの刀を覆ってみたらどう思う。要するにこれの鞘を作るも。鞘？普段はそれで戦えばいいも、そのうちどうにもならなくなるとき、この刀の力が本当に必要になるときがきっと来るも、そん時に抜き放てばいいも。本当に必要なとき。そうも、ノアが今の気持ちを忘れない限りいつかきっとやってくると思うも。俺に使いこなせるかな。こなせなかったら返してくれればいいも、また別のやつ探すも。あ、そう、そんくらい軽い気持ちで受け取ってくれればいいも、難しいことは考えないも。わかった、ありがたくもらっておくよ。あ、そうだリク。何も？名前変えていいかな。ん？魔剣ラッキーセブンってのはどうも。で、結局名前はどうしたの？え、名前？うむ、言いたくない、もしくは言うと恥ずかしい？いや、恥ずかしくはないよ、恥ずかしくは。なかなかどうして、感動のお話じゃない。感動ってのとは違うと思うけどな。でも懐かしいよ、すごく。この武器、気づいたのミオで二人目なんだぜ。本当？それってすごいこと？かなり。一人目は？どんな人？すごい人だよ、俺たちの命の恩人なんだ。やべえかもな。ああ、かもね。やばいって何がですも？石膏の痕跡だ。コロニー4か。コロニー 4？ 凄腕の軍務長を率いる精鋭揃いのコロニーも、ケベスじゃみんな一目置いているもん。間違いないのか？ここニールの谷だろ。ああ、間違いねえ。なんてことだ、こんなところまで支配域にしているなんて。あ、揺れてる？地震？いや、違う、あそこだ。Yeah.
見つけたぞ化け物ども。白金のエセル知ってたのか。アグヌスでもその名を知らない者は少ないわ。白金のエセル、並ぶ者が絶無と言われる戦人、わずか100人の兵で同時に3つのコロニーを陥落させた話は有名よ。でもさ、エセルだったら。エセルだったらなんだ。エセルは昔あたしらを助けてくれたんだ。とても強くて優しかった、あのエセルなら。ノア、無駄かもしれないけど、ノア大丈夫。エセル、俺だ、コロニー9のノアだ。以前コロニー14であんたに助けられた、いい剣だって覚えているだろう。コロニー14で助けただと。そうだ。そうか、化け物を助けた覚えなどない。大丈夫じゃないじゃないか。無茶よ、もう。ごめん、もしかしてと思ったんだけど、甘くはなかったな。隠れたか。だが、いい子ね、エセル。ほんと忠実で好きよ。さあ、敵は目の前、死の果てまでも追いかけなさい。決して逃がしちゃダメよ。次から次へとキリがねえな。避けて。危ないもん。おまけに上からは正確な砲撃。向こうからは見えないはずなのに。なんでマナナたちのいる場所がわかるですもん。瞳か。あの赤い瞳の力だ。それが僕たちの居所を知らせてるんだ。マジかよ。ランチ、後ろ。くそ。また。兵士が。もろともかよ。ひでえ真似しやがる。みんな洞窟まで引くぞ。洞窟って？ここにじゃあ野ざらしだ。あそこなら上からの攻撃は防げる。引いた後はどうする？引いてから考える。らしくないな。余裕ないんだよ。どこへ逃げても無駄よ。ちゃんと見えてるんだから。黒い霧。あら、呼んだ、こんな時に霧。うん、ま、この程度ならどうってことはないでしょう。十分燃えるもの。
だよ。どこか撃たれたか。いや、じゃあなんだ。敵の様子がさっきと違う。少し変だ。変って？戦闘が始まっても他の兵士たちはフォローに入らない。かっこバラバラに行動している感じだ。気のせいじゃね。最初は僕もそう思ったが。おい、ノア。ああ、俺もなんとなく。確かに動きが緩慢になっている。まさか。左手から逃げられそうだ。うまく追っ手を巻くことができれば。あっ、残念だったな。く、読まれていたのか。エセル、本当に俺たちのことがわからないのか。気持ちの悪い。そのようなおぞましい姿で人語を話すとは、身の毛がよだつと言っている。くそ、やっぱりダメか。おいおい、一体どんな姿に見えてんだよ俺たち。本人に直接聞いてみたら。答えてくれりゃな。強すぎるぜ。さすがに白金を冠しただけのことはあるね。このままじゃまずいですもん。ミオちゃん、わかってるねえ。ダメだ。ダメって。あれは強力すぎる。エセルを殺してしまうかもしれない。でも動きが止まった。私は何と戦っている。もしかしてエセル。俺だ、ノアだ。ノアだと。エセル。仕方ないわね。死生観。もうだから霧って嫌いなのよね。せっかくいいところだったのに。死生観。私はこれは一体。うるさい、この役立たず。まあ、こっちの方が楽しいか。ね、そうでしょ。そう思ってよ、ね。やったのか。待て、様子が変だ。光が集まっていく。ノアとミオちゃんの時と同じ。あの姿、あいつと同じ。あの瞳、兵士たちを操っていたのはこいつか。メビウス。
だがダメージは負ってる。いけるぞ。ダメージが回復していく。どうだ。また兵士たちが。まさか命の日時計から。あなた、いい感じしてるじゃない。命の日時計はね、メビウスであるこの私の思うがままなの。あなたたちにいかに傷つけられようと、そこに命がある限り私は攻撃を止めろ、ラツ、ユニ。バカ言ってんじゃねえよ。やらなきゃ、こっちがやられる。だけど、コロニー4の仲間たちが。冷静になれ、ノア。彼らはもう仲間じゃない、奴の糧だ。だけど。あなたたち兵士なんて、キラボシ大根よろしく。いくらでも入ってくるわ。代わりなんてその都度引っこ抜きゃいい。ダメージを与えれば与えるほど仲間の命が。何か止める方法は、もしかしたら。でも何、何か思いついたのねえ。命の日時計壊したらどうなると思う。どうって、そんなの分かりっこな。まさか。だけどもし全員の命を奪ってしまったら、このままこうしていてもみんなやられる。二者択一か。今ここにある命、君だけに背負わせはしない。ミオ、さあそろそろ仕上げに入りましょうか。わかった。やってみよう。ラッツ！なんだ？あいつの注意を引いてくれ。引いてどうする。接近して命の日時計を破壊する。おい、そんなことしたら。これしかない。決めたんだ、全部背負う。バカ言ってんじゃねえよ。お前らだけに背負わせるわけいかねえっての。分かったから行ってこい、ユニ。援護だろ、任せときな。タヨ、セナ、お前らも頼む。了解だ。合図はそちらで。すまない、みんな。三つ数えたら出る。三、二、一、行くぞ。まあ、そう考えるでしょうね。でも。少々見えなかろうと、数を打てば当たるのよ。数を打ってパン。やばい。ミオちゃん。
ランツ、その姿、まさか私もいるよ。セナもなの？それじゃあ見つけた、草かね。Oh, no!
セルは？みんなは無事か？大丈夫だよ。気を失っているだけらしい。そうか、よかった。ならあとはこいつをぶっ倒すだけだね。俺らの命をもてあそびやがって許さねえ。放題しやがって、どんな顔してんのか見てやろうぜ。ああ。このマスク、どうやって外すんだ？お？こいつは、僕たちとはまるで違う。失政官がこんな姿だなんて。シワシワ。ゲルニカに似てるね。老化ってやつ？どうかな。君たちは。そうか、すまなかった。ただ異形の化け物と戦っていたことしか覚えていないんだ。それが君たちだったとは。これが失政官、こんな姿だったとは。消えてく成人の銀時みたいだな。いやいやいや、こいつを送るっていくらなんでもおかしくないか。え、そうなの？そうなのって、ただの敵じゃねえだろ。そいつは兵士の命を奪い、僕たちを抹殺しようとしてたんだぞ。確かに二人の言う通りだけど、ミオも？正直どうかなって思う。そうか。結局やるんかい。今さ、この人の粒子が少し触れたんだ。俺たちと同じ感触だった。ならやっぱやっとかなきゃな。ミオはケベスの人の粒子に触れたことある？私たちと同じだった。あの人たちも私たちと同じ思いで生きている。始めてしまったか。お人よしっていうのか、こういうの。仕事熱心とか。クソ真面目ですもん。天然でいいんじゃね。多分深いこと考えてないよ。そうすべきだからそうしているってか。わからん。同意する。
ミオちゃん。悪いな、付き合わせちゃって。全然、役目だもの。うまく奏でられたかな。どうして？この前と同じですごく良かったよ。震え、まだ止まらないんだ。日時計の件。ああ、正直怖かった。でもあの選択のおかげで今がある。すごいよ君は。一人じゃ無理だったさ。軍務長！アグネス・デイ！武器を収めろ、ボレアリス。軍務長？状況は私から説明する。いいな、ボレアリス。あ、はい。なるほど、確かに命の日時計はなくなっている。だが君らが言うような印は見えないな。どうやら私たちと君たち異なるもののようだ。そうか、すまない、巻き込んだかもしれない。謝る必要はない。特殊な状況ではあるが、戦い続けることから解放されたのは朗報と言える。そう言ってもらえると気が楽になるよ。私たちここにいても大丈夫なんですか？兵たちには厳命しておいた。君たち3人はアグヌスの人間だが、命の恩人でもある。朗報とはそういう意味だよ。居心地悪い。仕方ないさ。ごめん、私たちのせいだよね。謝る必要はない、エセルもそう言ってたろ。うん。さっき戦った執政官。それが？あいつ僕たちの執政官とよく似ている。そりゃそっちにだっているだろ、執政官くらい。今似ていると言ったが訂正する、同じなんだ。同じってそうなのか。僕たちのコロニーは敵対している。だがそれを滑る執政官が同じだとしたら。だとしたらどうした？何かあるなら言えよ。執政官なんてあれだろ、どこにでもいるノポンみたいなもんじゃねえか。どこにでもいるとは聞き捨てならないもん。そうですもん、世界になくてはならない希少種ですもん、保護するべきですもん。まあノポンはさておき、要するにむちゃくちゃ怪しいってこと。ああ、もしかしたら大きく関係しているのかもしれない。関係って、何？戦わなくてはならない僕たちの運命に。運命
女王は？まさかそれも一緒とか？君たちの女王はどんな人だった？一度だけ見たことあるかな。なあ。ああ、成人の儀の時だったな。銀色の長い髪、あと羽が綺麗で威厳に満ちた人だった。羽？ユーニのような？私よりもっと白くて輝いてた。私たちの女王様は奥ゆかしくて気品がある感じの人。耳がね、とっても長いの。このくらい。女王についちゃどうやら違うようだね。執政官って女王の部下みたいな存在だろ。キャッセルの、つまりは女王の意向を各コロニーに伝え管理評定をするのが執政官だ。何？女王に事情を伝えればもしかしたら理解してくれるかもって。まあな、望みは薄いだろうな。そうか。女王は全てのものの上に立つ存在だ。俺たちのことなんて気にもしないってか。執政官と同じかもしれないという意味だ。え？そしてその執政官はメビウスになった。こうも言える。メビウスが執政官だった。ただでさえ異常なこの状況、下手な希望は持たない方がいい。そうですか、コロニー4が。これより全ての事象よりウロボロスの抹殺を優先します。全コロニーに伝達を。ウロボロスはこの世にあってはならぬもの。その存在を塵一つ残さず消し去りなさい。